はい、ですね、イベント告知というか、その話になるんですけども、10月8日のですね、ずっとライドさんのですね、主催のライディングスクールイベントですね、こちらのですね、一般向けの参加枠をですね、前回の放送の時に非常にこう大人気だったということで、参加枠をですね、新たにいただいております。はい。で、午前の部と午後の部、午後の部の方が多いのかな、なんですけども、参加枠まだありますので、今回、第2弾ということでですね、参加募集をさせていただきたいと思います。場所は東京サマーランドの駐車場ですね。日時は2017年、10月8日、9時から16時、2部制になりますので、午前中、午後の部で人が入れ替わります。はい。で、ですね、来てくださるのが、昨今の動画で、うちの動画にも出ていただいている SRTT の内藤さんですね。内藤さんが教えてくれるんですけども、超初級とか初心者向けとか、ホームページとかあるかもしれないですけども、教習所と行動をつなぐテクニックの一例をですね、やってくれるというですね、そういう話です。で、そんなに難しいことをやるのっていうふうな気持ちがあるか、意見があるかもしれないですけど、そんなことはないです。寝かすとか倒すとか、そういうのじゃないんですね。例えば、前の動画でもやったように、ちょっとね、リアブレーキを少しこう軽く当てながら顔を曲がってやると、バイクを倒さずに、キビキビ曲がることができるよとかですね。で、そういうことを実践踏まえて、座学というかですね、講習と、あと実技を合わせてやるというような内容になってます。で、その前後でですね、質問に答えるコーナーもありますし、軽食会等ではですね、交流会としても時間を設けさせていただいたりしております。で、ですね、前回の名古屋でのスクールイベントですね、様子をですね、編集してまいりましたので、そちらもちょっとご覧ください。はい。はい、こんな感じで準備しながら行きます。ホワイトベースはですね、もう結構前から亀でなんですね。で、これホームページに載ってるんで、詳しいの後で見てください。一般の方参加可能です。はい。基本的にも会員のみっていうのは今ないですね。はい。ただ会員になると少しこう優待があるよっていう、金額安くなったりってことですね。はい。で、今回はスクールですね。はい。プロインストラクターの方、この時初めて会ったんですけども、僕と今日は同特郷別でしたライね。ディングはい。スクールに参加いただきましてはい。誠にあ一りが参とう加ござ者。います。で、これ講習ですね。しかしこう、話しな見がら、事と並行こう、中で見事姿勢でをすね。やってくれるんですけども、僕も直されてますね。はい。ふわっと。結構ね、擬音が多いんですよ。はい。女性のインストラクターが姿勢を直してくれます。ここでは映像を控えたんですけども、僕もクイクイクイッとこう顔とかクイッとか直されて、ちょっと興奮しましたね。はい。5名に対、4名に対して1人、5名に対して1人というような感じでやっていきますね。はい。ちょっとずつ鳴らしていくわけなんですけども、これ午前ですね。僕セローで最初出たんですけど、まだ午前の映像ですね。で、ちょっとずつこう、タンクを押して、こう、グリグリっとやる動き。で、イントラの人が前を走ってくる、ちょいちょい間に入ってくれるんで、見えますね。で、これ午後の映像なんですけども、こう、基本的に1人ずつ全員に行き渡るようにアドバイスくれます。はい。で、これ、借りたバイクだったんですごい気遣いましたよ。メーカーさんが新車プロモーションで展示に来てくれて、乗りますかっていうことで、これ乗ってですね、講習受けましたけども、非常にドキドキでした。はい。こんな感じで、一生懸命ハングオンしてるつもり。で、後にですね、こう、講習終わった後の交流会ですね。はい。ここで、我々継ぐだけなんですけども、継ぎながら皆さんに挨拶したりとかですね。軽食費用も含まれてますので、皆さんの宅を招いたらちょっとお話をさせていただきます。で、その後これ撤収の時の様子なんですけども、時間の許す限りですね、内藤さんがこう話をしてくれますので、非常にこういいんじゃないかなと思います。というような感じですよ。はい。興味持たれた方も、ここで新たに、はい、ご覧になってですね、興味持たれた方もいるんじゃないかなというふうに思うんですけども、非常にこう勉強になります。で、僕自身もこの半日の講習を受けただけでですね、だいぶ乗り方が変わりましたね。で、自分自身我流で学んでる部分っていうのが非常にこうあった中で、
内藤さんっていう方は、もう僕なんかもずっと大先輩で、ずっと長いことですね、スクールとの活動をされているという、そういう、すごい人なんですよ。で、そうした方がですね、多少なりとも教えてくれるということでは、非常にこう得るものが大きいんじゃないかな。で、ずっとライドさんっていう会社そのものが、労働サービス、盗難保険をやってる会社さんで、そこをですね、宣伝する内容もあるんですけども、加入してくださってる人がですね、お金を払ってくれると。で、サービス使わないと払ったままになるじゃないですか。で、それをなんとかこうフィードバックしていきたいっていう中でやってるイベントなので、もちろんそのだ、イベントを参加されてですね、そうした趣旨にですね、賛同されて、なおかつそのサービスについていいなと思われたな場合であれば、加入していただけると嬉しいかなと思います。全国距離回数無制限で運んでくれる労働サービスあんまないですよ。任意保険ついてるのもあるんですけども、制限がありますので、詳しい話はまた他の動画でもやってるんで、ちょっと割愛するんですけども、これで、少し皆さんにですね、告知の機会と、多少皆さんのためというかですね、お役に立てれば幸いでございますので、ぜひですね、どうしようかな、参加しようかな、どうしようかなって迷ってる方はですね、もう参加しちゃった方がいいです。安いです、これ。安いです、このスクールは。なので、もしかしたら来年からですね、会員のみになるかもしれないです。かもですよ。これ僕勝手に言ってますけども、そんなわけなんで、案内の方ですね、下の説明欄に載せておきますので、よろしくお願いいたします。僕も参加しますんで、